こんにちは。転売アカデミー、堀秀夫です。今日は、Amazon 輸出に取り組むならですね、転売アカデミーのサポートを受けることをお勧めします。というお知らせです。最近ですね、間違えた有料情報、インチキスクール、なんちゃって塾、この辺の情報でですね、取り組んだけど全く稼げませんと、あるいは Amazon のアカウント削除されましたとか、サスペンドされそうですとか、サスペンドされましたとか、削除されそうですというですね、ご質問というか SOS というか、たまにいただきます。で、情報はですね、有害な順に間違えた有料情報、無料情報、そして、役立つ転売アカデミーという順序であります。で、このね、間違えた有料情報っていうのは、特色としてはですね、大体無在庫販売とかツールで探せます。ワンクリックだの、スリークリックだのっていう話をします。そして、入り口としてはですね、有料級の、動画、有料級の無料動画ですとか言ってですね、入会すると、有料級の無料動画を見てると、高いお金を払って入会することになって、入会すると今度は無料以下の有害な情報がいただけちゃうと。ね。何のためにお金払ったんだかわかんないような、混乱するような情報をいただいて、アカウントを削除されてしまったというような知らせが届いてます。間違えたとこ入ると良くないんで、で、間違えたとこどこですか？どこがいいんですか？はっきり言って予想を全部細かくわかるわけじゃないんですけど、転売アカデミーが一番のおすすめというかね、転売アカデミー以外におすすめはないです。転売アカデミー以外にね、おすすめがあるんだったら、別に、私が教えず、そっちの方のね、アフィリエイトなり紹介なりをするって選択肢もあるんですけど、残念ながら、よそに紹介しても稼げそうなとこはないんで、私が自分で教えてるというようなのが、現実です。で、次に無料情報。これはね、初心者の方、中級者の方は混乱するだけです。じゃ、どの辺から上級者かって言ったら、上級者っていうのはですね、情報発信してる人、ね、正しく稼げて情報発信できるようになってる人。これが上級者ですね。情報発信しないと、いろんな情報が集まらないんで、わずか一人のね、自分だけの乏しい成功事例とか失敗事例しかないんですね。これはもう上級者じゃないです。いくらね、月何千万売りましたとか言っても、たった一つのノウハウなんで、はっきり言って、私がサポートしてる人の収入とか、月収を合わせたら、億を超えるわけですから、そのレベルで、情報を集まってる人と、自分一人で、やってるだけの、全然、雲泥の差があるんでですね。そうなると、もう、無料情報を役立てられるレベルに行ってる人ってのはほとんどいないと思います。無料情報っていうのは、無駄です。で、無料情報っていうのがさっきの有料級の無料情報っていうのもあってですね。有料級の無料情報って有料商材を売る入り口になってるだけで、別に役立ちも何もしないですね。で、転売アカデミーは、もう、初心者でもパソコン音痴でも英語ができなくても、何がすればいいかわかんなくても、稼げるように、指導します。正しい情報をお伝えします。で、中級者の方は、効率アップのお手伝いと。これね、大して稼げない無駄なことをやってる場合が多いんで、その作業をやめて、空いた時間を作ると、稼ぐ作業がもっとできますんで、そうするとね、売り上げがすぐに数倍になったり、あるいは人によっては一桁上がったりします。で、上級者、ここで情報商材、独自ショップ買取サイトの上とですね、もう上級者の方は、サポートするとですね、すぐに収入が上がります。これはなぜかって言ったら、もうやるべきことは分かってるけど、なかなかね、自分の成功事例、から抜け出せないとか、人にやっぱりね、言われないとなかなか気づかないね、自分の強みを生かしきれてないとか、あるいはもう単純問題として、私がずっと情報を発信してる、動画もね、何千本、4000本以上、すでにアップしてますんで、それらの動画とかメルマガとかあります。で、私がね、会員さんで、この情報いいなと思えばそれご紹介もしてますんで、そうすると、ぶっちゃけすぐに、お客さんは集まります。属性があった。当然ね、転売の話だと思う属性あった話になりますんで、お客さん集まります。そんな形で、転売アカデミーであれば、初級者、中級者、上級者、漏れなく稼げます。で、転売アカデミー以外の情報だと、
上級者の方は無料情報は役立つと。ね、お金はかかりませんのでね。で、有料情報はね、はっきり言って、上級者の方でも時間とお金の無駄になります。はっきり言って、そんなね、そんなすごい方法があったのかなんて、目新しい方法なんて、物販であるわけないんでですね、もう上級者の方は、まあ、自分のノウハウを突き詰めて稼ぎ続けるか、まあ、あるいは、まあ、人の意見を聞いてですね、自分の頭を整理するのに意見を聞いてみるかという形でお使いいただけるといいかなと思います。で、特に、テーマアカデミーで力を入れているのはもう初心者の方ですね。もう初心者の方は、パソコン音痴英語ができない。で、何をすればいいかわかんない。その場合、きちんとした指導をできるってところはないです。はっきり言って、無料動画とかでドバッとね、お客さんのリストを集めて、それで、まあ、一気に100人とかね、入れてる塾だと、個別にサポートできるわけないんで、初心者の方ってね、思いもよらぬところでつまずくもんですから、はっきり言って個別で聞いてやっていかないと、もう、どうしても落ちこぼれる方が出てきますというか、落ちこぼれる方が多いです。そんな方も、こぼさないようにね、スカイプなり電話なり、チャットワークの方で、あるいはメールの方で、丁寧にサポートさせていただいてますんで、まあ、初心者の方で、ネットで稼ぎたい、転売やってみたいという方は、転売アカデミーに入ることをお勧めします。